再開していくぜ。さて、今回は最終章の続きかな。ということで、なんかみんなが操られて裏切ってきたっぽい、裏切られちゃってますよ的なそんな雰囲気のとこだったんだけど、ライと出会ってどうなったんだっていう。全部人参。相変わらず人参ばっか食べてるのね、ウサギがあいつは。ライは人参が好きだったっていう、そんな話もあったようななかったような。なんで休んでろって言ったろ？こんな状況で休んでなんかいられないわよ。まあ、感知したしな。こうなることが嫌だったから一人でやりたかったんだけどな。全部話すよ。と言ってもお前もうすうす気づいてると思うが、夜のものが復活しようとしている。666年待てば放っておいても復活できるのに。だがそれでは光の戦士も同時に復活してしまう。だから奴は企てたんだ。20年前全てはそこから始まった。奴は自分が滅ぼされる直前に自分の分身を世界中に解き放ち、時が来るのを待って復活しようとしたのさ。前回ちゃんと説明があったね。それに気づいた俺は分身、使徒を買って奴の復活を阻止しようとした。だが俺は敗れた。奴はそういう時に備えて人間、マーカスギルドを傘下にしていたんだ。俺が甘かったよ。そしてとうとう奴は復活のための材料を全て手に入れてしまったようだ。復活は時間の問題だろうな。阻止する方法は一つだけある。奴は復活のために女性の体を利用している。母親としてね。復活する前にその母親を殺せば。だが他に方法がない。母親？ターナか。まさか母親ってターナだよ。いや、俺がやる。だがもう時間がないんだ。事態は奴の復活だけじゃ済まないんだ。お前も見ただろ、みんなの表現を。奴が世界中に呪いを振りまいたのさ。みんな忠実な下僕にする呪いよね。世界各地で使徒やマーカスだけでなく魔物も現れていたろ。あれの本当の目的は世界中に呪詛をまらまくことだったのさ。ある時は魔物の息から、ある時は死んだ魔物の死骸から、そうやって人々の中に入り込んでいき、その心を少しずつ蝕んでいく。でも苦痛はないから誰も気がつかない。そして気がついたら奴に忠誠を誓っている。性質の悪い洗脳だ。この二人は洗脳されないんか。呪いの核、呪相塔を破壊するしかない。だが問題は、おそらく奴の手下の誰かだろう。でも奴が復活したら奴自身が。そうなったらもう手遅れになる。奴がこの呪いを払った本来の目的は膨大な生命力を得るため。忠実な下僕になった人々は奴のためなら平気で命を捧げるだろう。つまり奴が復活したったん世界中の人々が全て奴の生贄になるってことだ。詳しいことはわからないが、一つだけ確かなのは急がないといけないということ。時間はない。奴の復活を阻止するしかない。そうだな。今仲間が奴の復活場所を探している。それが見つかればまた一人で行くの。本気で殴りすぎなんじゃないですか、それ。あんたの意見は全部却下。病み上がりのあんたに何ができるっていうの。仲間ってそういうもんでしょ。それをルシアは言うか。戦うなら待つ人たちのことを考えて。命をかけるのと投げるのは違うのよ。これはルシアが成長したということでいいのか。もともとそういう考えを持ってたけど、私が感じ取れなかったのか。今の俺の力はお前より落ちてんだ。キアマットとの契約も解約しちまったし、本当はどうしようかって悩んでた。キアマット。仲間になった！ほっほう？ライはカスタマイズできない。イベントキャラ的な感じか。赤の英雄。ごめん外しちゃった。カルナックソード。もともとつけてたのは？いろんなもん装備できんな。カルナックソードを装備してたね。普通の剣としては最強。いっか、とりあえず。ミスリルジャケットとか、ちょっともうちょっとマシなもんないんか？もうちょっとマシなもんないか？
精神力半減が欲しいな。女性専用装備できんの？女性専用ライ装備できる。ふむ、ライは実は女性だったオチか。ライは実は女性だったオチなのか、これ。どうしよっかな。何装備しよっかな。精神半減欲しいな。キツネ耳バンドとか装備させとくか。バルキリー、バルキリー持ってんの。全能力10。回避上がって、あとは状態異常耐性、キマイラか何かを装備させておきたい。まあ、これでよかろう。特殊能力は？はぁ、ヒール系覚えるんだ。中ジェットスラッシュ。あ、ウェポンブレスとかクイックタイムとか覚えてる。これなかなか、これなかなかやるでねえか。で、あとはどうすんだ？フィーシャも連れていこう。お！ザード。ライの仲間ってあんたのことだったの？ザード見つけてきてくれたか。奴は今、セルレウネの聖地跡にいる。かつて聖地だった場所で復活とは闇もいいとこだな。しかし、民衆が周囲をがっちりと警備している。正面突破はまず無理だろうね。潜入手段は？旧王朝時代に使われた避難ゲートがある。旧術式を復活させればそこを通って中の神殿に行けるかと。待ちたまえルシアマベリック君、ことはそう簡単ではない。先ほども言ったように操られた多くの人が周囲を警戒している。君は彼らと戦えるのかね。第一、多勢に無勢だよな。こっちはたったの三人。私はノーカウントか。まあ、事実だが。たった三人でどうやって警備を突破すれば。五人ゴブ。お、ゴブー、全く危なかしくて見てられないゴブ。無事だったんか。説明すれば長くなるけど、簡単に言うなら最強の助っ人たちよ。最強なのか。まあいろんなとこで役に立ったからな、こいつら。警備の連中は任せておけゴブ。我がゴメスパブリーが全軍で陽動作戦を展開してやるゴブ。お前たちはその隙に潜入すればいい。全軍ってどれ？ 2000！ 多いな。世界中に散らばっている同志たちを集結させた。たかがゴブリンでもそれだけでは陽動ぐらいはできる。あと、お前たちの護衛に親分も同行させる。マヤニーは僕が守るんだな。ジロ、お前には負けないんだな。復活か。フィーシャーとゴメスが仲間に変わった。ゴメスレベル低いな。ルシア、ゴメスがクレストを模して作った。もちろん効果はない。ルシアのマスコット。ビッグハンマー。フィーシャーどうする？フィーシャーはどうしよっかね、これね。両手持ちできんのか。バタフライダガーとかにしとく。猫耳バンドと、もともと猫耳なのに猫耳バンドと、これいかに。精神力半減の即死以外 50% の、ミミックとか、これでいいか。フィーシャー、カスタマイズでフィーシャーなんか覚えられるんだっけ。あ、カスタマイズ使えない。マジか。ゲートに入ると同時にこちらは陽動作戦を開始する。ちょっと待って待って、アンナすぐルシアの後を追ったから村のみんなのことはよくわかんないんだ。呪いで操られているのなら少なくとも無事なはず。今はそう信じるしかない。そういえばなんであんたは呪いにかからなかったの。ああ、ちょっとなってのが気になるな。少なくともあんたの100倍は役に立つわい。なんなんその雷、その雷おろしはなんなんだよ。行こう。やべ、セーブすんの忘れた。まあいいか。ねえ、雷、どうしてハンガーになったの。あんたが正義感強いのは知ってる。でも最初から夜の者と戦うために旅に出たわけじゃないでしょ。そんなことどうでもいいじゃねえか。私、ランスさんとバイスさんから聞いたんだから。どうして私を守るためだったの。言わないとダメか。ダメじゃないけど、やっぱ気になるし。お前さ、俺のお袋のこと覚えてるか。16年前、お前があの村へ来た時、お袋泣いてたんだ。
そして赤ん坊だったお前にひたすら謝っていたんだ。守られなくてごめん。それからお袋はしばらくして、俺たちの前から消えた。村のみんなは死んだったけど、いつ死んだのかどうやって死んだのか、そしてどんな名前だったのか、誰も覚えていないんだ。親父もな。俺だけがお袋が生きて存在していた証だったんだ。でもその俺が覚えているのは、お前に謝り続けているあの泣き顔だけ。お袋がなんで謝ったのかは知らない。一つだけ分かったのは、お袋に代わって俺、前を守らなきゃいけないってことだけだった。でないとみんな、俺も、お袋のことを忘れちまいそうで。しかし守ろうにも何から守ればいいのかわからない。だから敵を探すしかなかった。だからハンガーになった。永久ハンガーならほとんどの国に入れるから何か調べられるかと思って。見つからなければそれでよかった。でも俺は見つけちまった。敵を。夜のものとお前がどう関わるのかはわからない。でも俺は直感した。お袋が言っていた敵はあいつだって。ただその時は推測にしすぎなかったし、仮に本当だとしたらとても危険だと思った。だからランスさんたちと別れて一人で戦おうと思ったのね。俺の個人的な事情に巻き込みたくなかったんだ。現に俺のせいで、ボルフのとっつぁんが死んだ。だから俺は。あんたがバカすぎるからよ。そんなあんたのやり方がどれだけ人を心配させたり悲しませたりしたと思ってんの。ルシアもだいぶ、悲しませてるけどね、いろんな人ね。まあ、それによって助かってる人も多いけど、もっと自分を大事にしてよ。自分自身に言ってるのかな、これは。お前に言われたくねえよ。ごもっともです。至極ごもっともですよ。どうして男は女より強いと思う？そりゃ男の方が力が強いし体格だって。家族を守るためさ。女は子を産み育てることができる。たとえ男が戦い死んだとしても、その生きた証は未来へと残る。だから男は強い。女と子を守っていつでも損を引き受けられるようにな。だからもし好きな女が危機にさらされたら、自分から進んで貧乏くじを引け。男はそのために強く生まれたんだからな。そう言ったのは親父じゃねえか。さて、入り口はこの先の洞窟にある。敵いんのかい？まあ、いっか、このままで。スライムがいるね。もう敵とは戦わずにジャカジャカ。お。この中にゲートがある。敵さんもこれには気がついているのか？イージス、いや、ダインが一緒だからこの道のことは知っているだろうね。だったら警備は敷かれているわね。かといって慎重に行ってる時間はない。やはり、強行特化しかないか。お。おいー。操られてんのか？ライはやっぱりその子を選ぶんだ。どうしてその子なの？それは至極もっともだ。私の方が好きなのに、私の方がずっとずっと、私の方がずっとライのことを分かってあげられるのに。ずるい。あんたはただ幼馴染ってだけじゃない。まあずーっと看病してたのこの子だからな。彼女も呪いに侵食されている。わー、夜のモノ戦か。ローバ、フィオだったもの。悲しすぎる。とりあえずクイックタイムのどうしよっかな。カーニバルダンス続き。そこそこ火力が足りんな。しかしこっちウェポンブレスイリュージョン、つまりは3倍ダメージ、吹き飛ばし。300、全然効かない。火力が足りん。痛い。エリアヒールしよう。エリアヒール。
ウェポンブレスイリュージョン 1.5 倍。ふぅ、さーてどうしたもんか。これもう Z スラッシュウェポンの倒してしまっていいんだろうか。これはダメージはそこそこ良くなってきたわ。ライも攻めるか。 Z スラッシュ、よし、どうしたらいいの。お、ライがやったんか、かばったんか。これだけはどうしても譲れねえんだ。だからはっきり言うよ。俺はルシアのことが好きなんだよ。確かに旅に出た理由は母さんの意志を継ぐためでもあった。でもそれ以上に、こいつルシアを守りたかったから。こいつ見ての通り無鉄砲だろ。いずれこいつもハンガーになるの分かったから。だから少しでもこいつに辛い戦いをさせたくなくて、少しでもこいつの道を切り開いておきたかったから。お前の気持ちは分かってた。でも俺自身のこの気持ちを否定したくないんだ。でもルシアにはゴメスの旦那がいるからな。ヒヨ、ごめんな。俺がもっと早くはっきり言っていたら。今のはヒヨさんの分、そしてこれは私の分だ。フィオさんに悪いから私も正直に答えた。一つだけ約束して。貧乏くじ引くのもうやめて。この先何があっても自分を信じてくれ。たとえかつての仲間たちと戦うことになっても。何が正しいのかじゃない、何を信じるかだ。ランスのとっつぁんの受け売りだけどな。ちょっと。この展開には私若干ついていけなくなってきておりますが、やっていきましょう。さて、ゲートの準備が整った。これで聖域跡に行くことができる。一時的にゲートを修復しただけなので一度しか使えない。戻ってこれないんか。さて、間違いなくここは聖地だよ。正確には聖地だった場所。かつてこの地は豊富なマナに溢れていた。世界一の浄化の力は魔物を寄せつけず、作物を豊富に実らすと。でもセルエルネの人たちは、特に貴族や神官たちはそれに溺れた。マナを無限と勘違いして土地の力を無尽蔵に貪った。それでも世界樹があればまだこの地は聖地でいられた。でも世界樹も資源として貪り枯らしちまったわけか。気づいた時にはもう手遅れ。この地はマナどころか土地そのものが死滅してしまった。人々は慌てた。世界樹がなくなってしまったら夜のものに壊された世界を修復できなくなってしまうから。だから継ぎ木をしたの。ある世界樹の枝をある少女に。その少女は再び世界樹が利用されないようセルレーヌへ向け、今の聖地にあたるあの場所で世界樹になった。それを知ったセルレーヌへ教会はセルレーヌの地が錆びれるのを恐れ、この地を高い城壁で囲い隠したの。そうやって今ここが今でも聖地であるかのように。
そして今は夜のものに復活、夜のものの復活に利用されようとしているのね。とうとう始まった。あの神殿から嫌な感じがする。さて、いきなりワンコがいっぱいおるな、これ。さて、敵とは戦わんでええだろ。これ宝とかあるんかな。なさそうだな。宝もない、敵も遅い。よし、お、着いた。お母様、おひさ、おめえはエデン、一足遅かった。やっぱり復活の儀式はもう始まっているのね。そこを飛びなさい。あんたと遊んでる時間はない。私無視されるのすっごく嫌いなの。遊んでくれないならあいつら使って遊ぼうかな。あいつら仲間か。お母様の可愛い下僕のゴブリン部隊と大事な元お仲間さんたちですね。陽動作戦なんてバレバレだから、あの人たちに迎え撃たせようかなとね。お母様の仲間たちが殺し合うの。降参したって結局みんな殺されちゃうよ。どういうことだい？悪い話じゃないだろう。よく考えるルシア。お、待遇も悪くないみたいだしな。ああ、本気さ、俺気づいちまったんだよ。誰かの戦うために戦うなんてもう馬鹿らしくってな。彼が本気で汚染されてないと思った。そういうことかい。いいからお前もこっちに来いよ。お前も同じ気持ちだろ。約束するぜ、貧乏くじはもう引かない。二人で好き勝手生きよう。さっきまでの言動は操られていたことによって発せられた言葉なのかどうなのかってのが気になるとこだな。全てが絶望に染まっていく。私は誰も救えないの。油断大敵ゴブリンキック。どうして貴様がそこにいる。そんなの侵入、突入してきたからに決まってるゴブよ。外にはどうなってるんだ。誰もいないだと。油断したゴブめ。早い話を終えた。おとりは俺たちの方だったのさ。どうして汚染されないんだよ。ライニーに呪いは効かない。そして他のみんなは私が浄化した。お、え、アンナ、世界中の人たち全部は無理だけど、お姉ちゃんの仲間ぐらいなら私でも浄化できるよ。これがあれか。だって私には私とライニーよ、セルレーネ王家の血が流れているもん。油断大敵ゴブリンボム撤収。ライニー、ゴブなんかの相手をしてて、インゴブか言ったはずゴブよ。突入したって。早くしないとお前らのボスがやられちゃうゴブよ。ここは一旦引きます。夜の大方を守りせねば。さて、他の仲間たちと早く合流したいんだが、ゴモラ、クイックタイムに。さて、どうしよっかな。アドバイスが欲しいぜ。全然火力上がらんな、上がらんなこれ。ナイス回避。近くで、なんかなかったっけ。ウェポンブレスとかあるな。マインドブレス使おう。で、ウェポンブレス。よしよし。痛い、死ぬ。ヒットポイントが低いからさ、
P 社のエアコンブレス。よしよし。バーサーか。めんどくさいことしてくんな。795。うん、そろそろ、あ、もうカンストしてんな、これな。もう攻めましょうか。そろそろ倒せるんじゃないか、このままで。うん、強い強い。みんな強い強い。このまま何の問題もないといけそうだけど、これ。弱いな、おい。うん。パワーストーン。本気で裏切られたかと思ったじゃないバカ。お姉ちゃん、ライニーを許してあげて。この作戦はゴブが提案したゴブ。敵を欺くにはまず味方から。おかげでうまくいったゴブ。ルシアの仲間の呪いを浄化にするには敵本体の注意をこっちに引きつける必要があったんだ。でも最後は信じてくれてありがとうよ。ぐずぐずしてる暇はない。ふん。反撃開始。今度は私がお姉ちゃんを守るの。連れてった方がいいゴブよ。夜の者の呪いを浄化できるのはその子だけゴブ。俺には浄化の能力まではない。アンナはこの日のために頑張ってきたんだ。ナーサーおばさんに全部聞いたの、全部教わったの。もうじっと待ってるのは嫌。戦闘になったら隠れる、いいわね。さて、うん。後続の敵はゴブたちが防ぐゴブ。そうですかい。うん。いきなり囲まれとるやないか、これ。ここはどうしませんよ。これだけの数を相手にしてたら間に合わなくなる。仲間か。も、俺たちの元リーダーがこんな雑魚に手こずってどうする。もっと。ライか。ライのことか、元リーダーってのは。二人とも。仲間が多いからな、もう。これは燃える展開ですね。言ったぜ、お姉ちゃんの仲間の呪いなら浄化できるって。俺たちが注意を引き付けてる間に全員浄化させてもらったのさ。さて、とりあえずトレジャーアイの、インフェルノの、よしよし、全然効かない。痛い痛い痛い、死ぬ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 。ゴメスの攻撃力が低いからないよ、これ。まずいまずい。エリアヒールかけない。エリアヒールのウォールで防御力上げよう。フュージョンカニバル。よしよし、ザコを倒せればだいぶ楽になるだろう。ふう。さて、Z スラッシュのウェポンブレス。エリアジャマー、精神力半減。ちょっとこれから爆をかけようっていう時に精神力半減、いやらしい。全然上がんない。このまま攻めるか、普通に。 Z スラッシュ、このまま攻めよう。ガン攻めで。うん、このままいけるんじゃないか。そう、しかし物理系の味方しかいないのにここまで精神力を低下させてくるってのはどういう設計なんだろうか、この敵は。うん、よーし倒した。ふう。
お、友の杖、やった。カスタマイズが可能になった。ははん。西の防衛ライン突破されました。南の砦も陥落。ゴブリン約200。数が違いすぎます。火器や魔法を使えばいいじゃない。先陣を切っているゴブリンが体に大量の爆薬を巻きつけておりまして、下手に攻撃したら神殿ごと吹き飛ばされます。うまいことやってるな。ここへ来てマーカスやサンマを失ったのは痛かったですね。持ちこたえられそう。すでに突入しているルシアたちにまであまり兵を回せないわね。なら私が行くわ。あいつらを殺してやる。あなたは私に代わって難点を守りなさい。私が撃って出ます。アルテアが来るか。ついに友の杖が使える。エスタシア様大丈夫なの？仲間はこのままなんだ。ちょっと待って、入られるんでしょ仲間。ゴメスもいいけど、ちょっとさ、どうする。ライ入れてくか。ちょっと待て待て待て。お、使用無制限。ははーん。あ、全部埋まった感あるなこれ。仲間キャラ全部埋まった感あるね。埋まったっしょこれ完璧に。あと下段にもう一列あるとかないよな。はあ、とりあえずティーアとどうする。せっかくだからライ入れていきたい感はあるな。赤の英雄な、ライとランサーにするか。せっかくだからな。せっかく最後だしな。このメンバーでなんかいいんじゃないか。まずいんじゃないかな、このルシアとライの間にティーア挟んどくのは。ライが殺されるかもしれんな。ライが殺される可能性は大いにあるけれども、こうじゃあなんとかなるだろう。装備品は問題ないね。オッケー、行こう行こう、ガンガン行こうぜ。あ、そういえばライはなんか魔法覚えられないわけ。意外と精神力高いんだよね。300あるし。だからライが本当にこのままメンバーに入るんだったら、装備品変えるっていうのも一つの手ではある。ハイヒールとか覚えてたよね。もうヒールヒールでは覚えられる。うまい、これはうまい。あとは攻撃系ダイダルウェイブ覚えられる。トルネード覚えられる。メギドフレア、メギドフレア覚えられないわ。トラッシュガン覚えられた。アスクエイク覚えられる。いろいろ覚えられんな。オリジンシールド、オリジンシールドダメか。こんなもんか。まあ行こう、ジャカジャカ行こう。さて、お、こっから先は通しません。来たな。夜のお方の復活は目前。夜の娘の名においてあなた方はここで抹殺する。光の戦士レオンとルーランの娘の名において、これが最後の戦い。決着つけてやろうじゃねえか。とりあえずトレジャーアイして、伝説ブッパのクイックタイムのアドバイスください。よし、以前ほどの強さは感じない。なんと弱まってるってことか。弱くなってる的な感じなんですかい。ウェポンブレス、ゲイゴルク。召喚してこないけど、どうしたんだろう。何か訳ありかい。マインドプレス、ウェポンブレス、ゲイゴルク。
あっさりと倒してしまいましたよ。やはり今の私では時間稼ぎにも。寿命か。私たちファティマニックスは絶大な戦闘力の代償に2、3年しか生きられない。私は生まれて3年、役目は終わった。一つ聞いていいかしら。あなたはどうしてそんなに悲しそうな顔をするの？私がリューラのファティマニックスだから。あなたはお母さん。でも私はあなたの母親じゃない。リューラの細胞から作られたただの駒よ。でも不思議ね。あなたと会うたびに私は心に何か温かいものを感じていた。ルシア。あなたは前に進みなさい。わーん。さて。お。ようこそ我が復活の前。レドウィック。お前の母親、リューラノさんの親父だ。なんと。じゃあ私のおじいちゃん。この体はですがね。改めて自己紹介いたしましょう。私はレドウィック。夜の者の精神を司る者。精神の方はとうの昔に復活していたのか。ああ、なるほど。エルフの最高部族の長の体。入れ物としても全く申し分ありませんでした。おかげでこの20年何の不便もなく準備を進められました。なるほど。そういうことだったのか。何しろようやく我が肉体が復活しますからね。お。生贄ってことか。今やっとあの子が生まれる。分かっているよ、だから。ダイーン。今俺はその名も捨てる。夜からいただいた力により俺は再び生まれ変わるのさ。今度は何？うわぁ、ジ・オメガ。かっこいい。このモンスターかっこいいな。かっこいいが、所詮その程度よ。クイックタイム、いや。まず、初手ボールのクイックタイムにしよう。アドバイスは2段目で。うん。全然ランさんのクイックタイム、速度が上がらん。精神力低いからしょうがないな。しょうがねえけどさ。しょうがないからクイックタイムかけてくれるかい？アドバイス。うん。ここまで来ると戦略が思いつかん。ランさんも何回かそのセリフ吐いてるけどね、ランさん。マリア。防御力が300上がった。カッチカチやな、それ。防御力虫系じゃないとダメージ通らないかな、もしかして。マインドプレスもかけるか。だから防御力無視のゲイボルクがある限り。570。うん。やっぱりランさん強い。お？まだ気づかないかね。この瞬間我らが、の勝利が確定したからだよ。復活しちゃったんか。うわー、どうなるのこれ。精神体になったっていうことか、俺。我ここに復活せり。お前らは先にデルザートへ戻り、扉の準備に取り掛かるがいい。光の力を持たれてるこやつらなど我一人で十分だ。光栄に思うがいい。貴様らの始末は我自らしてやろう。お、そんなに強そうじゃねえな。攻撃がかき消される。やはり妖精体の体ではうまく狙いが定まらんか。闇がどんどん深くなっていく。ここ、早くここを脱出しないと。どうすんの、どうすんの。うわ、真っ暗や、これ。今ならこっそり
こっそりルシアのお尻触ってもバレんぞこれ、ゴメス。魔法が発動しない。貴様らの負の量、それも我が勝手、すべて食ろうてくれようぞ。だんだん気が遠く。これまずいんちゃうか？どうなる？大丈夫だよ。お。だってお姉ちゃんには誰にも負けない最強の武器があるじゃない。思いのかけら。お。集めてだな、そういや、思いのかけら。バカなアニレーヌ。我が闇を打ち払えるのは光の戦士だけのはず。あなたは一つだけ勘違いをしている。あなたの闇を打ち破る光の力。その力は本来誰でも持っている。光の戦士はその力を増幅させていただけ。力の源は未来を信じる希望と未来へ残せる思い。だから私は集めた。お姉ちゃんが今まで旅で世界中に撒いてきた種を。思いのたくさん詰まったこのかけらを。ここで集めとかな。一個持ってなかったらこの時点でゲームオーバーだったってことかな。どうなる？お？ターランジー、わたまぐれはこれぐらいにしてそろそろ行きやしょうや。まさか貴様が助けに来るとは。こういう時のためにあっしらを仲間にしたんでしょ。駒はちゃんと有効に使わなきゃね。あんたらの相手はちゃんと他にいますからね。むむ、どうすんねん。死にゆくあなたらに話す義理などないですね。先にね、なんたらへ戻って行けみたいなことを夜の者が言ったから、そこなんちゃうの？どこだかわからんけど。あんたらの相手は別にいる。誰だ？え、ターナか。さあ、ルシアちゃん、決着をつけましょう。私を甘く見ない方がいいわよ。あの子にすごい力をもらっちゃったの。さあ、この世界を出たければ私のところまでおいで。早くしないとあの子が完全に復活しちゃうわよ。完全に狂っとるな、ターナ。さて、またこれ。迷路系か、これ。左手砲。ああ、ダメだ。上に行こう。上に。やった。割とあっさりゴールついた。よし。お。ルシアちゃんは知ってる？どうして私の名前がターナーなのか。私の家は昔大陸の南で栄えていたターナー王国の末裔なんだって。本当かどうかはわからないけどね。でも両親はそう言ってたわ。いつかターナー王国を再興するんだって。だから私も信じてた。ところが結果はこの通り。王国の再興どころか、レキオン家は大没落。夢があった。誰もが見る小さな夢。本当はね、別にお姫様でなくてもよかったんだ。好きな男の人と結婚して子供を産んで育って、そして普通に年老いて死んでいく。そんな平凡でもいい幸福が当たり前な人生。誰かが私を必要として、死んでも私のことを覚えててくれる。それだけが。神様って不公平だと思わない？ルシアちゃんは頑張れば頑張るほど報われるのに、私には頑張ることすら許されない。両親の借金の方に一生ただ働きが確定した私に何をどう頑張れっていうの。私のに人生の選択権はなかった。だから全部壊してやるの。もう全てが楽しくないわ。さて、うじうじしたあんたが。まあ、いいんじゃないか。さて、ちょっと失礼します。さて、失礼しました。おいでエンビー。エンビーケイオス。それはまた別のゲームの別の街の名前だわ、それ。あの子の息子として新しく生まれたあなたの力を見せてあげて。
て、夜の息子エンビー、この感じは夜の人しなくてもなんとかなんじゃろしなくてもなんとかなるじゃろ、これなるなる、なんとかなるなる。アドバイスください。よし、吹き飛ばした、勝ったぜ。多分火属性に弱いはずだ多分なんだ。いいよ、多分でもいいよ、そういう情報くれるのありがたいよ。演武山もっかい伝説突破してコングレスゲイボルク。よし、うん、火炎弾、死ね死ね死ねって。ウェポンブレスかけるか、攻めよう。うん、普通に Z スラッシュの方が効くんじゃないか。十字弾だった、間違えた。 Z スラッシュの、うん、どうしよっかな。とりあえず自爆かけるか。ゲイボルク、うん、うーん、そんなもんか。負けちゃった。お、どこだここ。異空間が消えた、帰ってこられたんだ。終わったわね。結局あなたには勝てなかったわね。これで私はもう消えるわね。私に勝てなかった、そんなの当たり前よ。だってターナ最初から戦ってないじゃない。いつもそうやってどうせダメだからと諦めて、起こりもしない奇跡をただ待っても何も始まらないのよ。何にでも頑張れるあんたに何が分かってない。諦めなければ努力すれば夢はいつか叶う、幸せになれる、そんなの嘘っぱちよ。仮に本当だとしても何もかも失った私にどう努力しろって言うのよ。だったらなんでそう言ってくれなかったのよ。辛いなら辛いって、分からなければ聞けばいいじゃない、私にもラインにも。どうせ無駄だから、そんなの勝手に決めつけるな。できることはあったはずなんだよ。ただターナーが探そうとしなかっただけで、今からでも遅くない、見つけようよ。そんなのもう無理よ。私引き返せないところまで来ちゃったもの。夜ものものを復活させちゃったもの。夜のものを私たちが倒す。犯した罪は償えばいい。今ならまだ間に合うから。そして全部終わったら一緒に探そうよ、ターナーの幸せを。実際問題、これからどうすればいいんだ。夜のものは復活しちまった。夜のものに移ってしまったと考えていいわね。早く夜のものを倒さないと世界中の人々が生贄にされちまう。そういえば、そうそうそう、デルザート、デルザート、夜のものものはそう言ってた。知ってる、遥か昔、下の空へ沈んでいった大陸があったんだって。その大陸にあった国の名前がデルザート。下の空へ沈んでいった、落ちた大陸の伝承ね。それなら私も少しは聞いたことがある。仮想区域にあるんだろ、どうやって行くんだ。お、行けるんか。私は絶対に諦めない。この今これ空を漂ってるシーンが流れてるんですけれども、どうもねうまく録画できないみたいですね、これね。空が、夜のものが復活したから世界の戦が本格的に始まっちまったんだ。このままじゃ世界が、ん、お、現実世界というか、なんというか、街、あれは知っている、私はあの世界を知っている。あれが落ちた大陸なんじゃ。ああ、果てなき世界よ。伝承にある。でもなんであんな。世界の修復が始まったのですよ。あなたはもう知っているはずです。この世界の仕組みを。夜のものが滅びた後、世界は世界樹の力によって修復されます。しかし世界樹はその副作用で大きく力を消耗する。その回復のために世界樹は、世界の宿主の生命力を使うのです。
その時一時的ですが、あの世界とこの世界は扉によって結ばれるのです。もし世界がつながったら、それは世界樹が自らの回復のために宿主の生命力を吸収し始めた証拠、つまりその子が今のあなたと同じ末期状態になったことを示しています。そうなったらもう一刻の猶予もありません。世界樹はマーカスの破壊工作でかなり損傷を受けてしまいました。だから先に世界樹は回復行動に入ったのです。まだ間に合いますよ。そのために我々はここに来たんです。そしてこの時のためにあなたは種をまき続けてきたんです。だから今度は絶対に間に合います。いけるんか。虚空の穴。この空で唯一真空状態になっている空域、そこに落ちれば落ちた大陸のある仮想空域に抜けられる。従来の飛行船ではただ墜落してしまうだけですが、魔力の力で浮遊するこのフロンティアブルー号なら航行可能。というよりこの船は落ちた大陸へ兵や資材を運ぶために作られたもの。デルザートを丸ごと要塞化するために。ヨロのものには目的が2つあるんです。1つは知っての通り666年の時を待たずに復活すること。そしてもう1つは果てなき世界への侵攻。今この世界は一時的にあの世界とつながっています。それを利用して夜のものはこの世界を出ていこうとしているのです。せっかく復活に成功しても666年後には光の戦士も復活してしまうし、何より世界を全て滅ぼしてしまったら彼自身の存在意義も失ってしまいますからね。だから存在が無限にあるあの世界へ。ねえフィーシャザードさん、あなたたちは一体。全てが終わった時、僕たちの本当の使命、いや恩返しが始まるんだよ。みんなが部屋で待ってるぜ。オットーさん。俺は元光の戦士だぜ。幸か不幸かあの呪いには侵されなくてな。おかげでカスト村の連中から追われて。本当なら俺も参戦したいところだが、構わんよ。バカ息子も帰ってきたし、あとはあいつに任せるとするよ。生きてカスト村に帰ろう。もう新しい村を作ってるんですけれども、壮大だなこの人数。以上って賞賛とかは。本当は今すぐにでも出発したいけど、出発は明日にします。もしそれまでに船を降りたい人は行ってください。安全な場所に降ろします。安全な場所とかないんじゃないか。もう、私は降りないよ。だって夜のものの力を浄化できるのは私だけなんだよ。私レルジャンのところ行ってくるね。空気の読める妹だ。こんなやつはねえだら。迷惑なら出ていくけど。キャロットケーキ。キャロットケーキっていう話あったな、そういえば最初の頃にな。俺も最初は嫌いだったんだけど、親父が何かっつうと壊せるもんで、気がついたらやみつきになってたっていうか。見かけによらず料理がうまいな。褒めてんの？喧嘩売ってんの？こんな時じゃなきゃお前。こんな時か。どうしてこんなことになっちゃったんだろうね。私はただの村娘で、辺境のカスト村で、退屈で平凡な人生を終えると思っていたのに、父さんが死んでアンナが病気になって、エスタシア様と出会って、マーカスギルドを敵に回しちゃったり、そしたら実は私の両親が光の戦士で、あんたとアンナがセルレウネ王家の人で、ステラさんが私のお姉ちゃんで、今度は復活した夜の者との対決。ほんと出来すぎな物語。その物語そんなに嫌だったのか？全然。悲しいこといっぱいあったけど、それ以上に楽しいこといっぱいあったもん。だからこの人生を後悔したりしてない。なら絶対ハッピーエンドにしようぜ。そして新しい物語を始めようぜ。さて、本当にいいの？今度の相手は夜のものなんだよ。しかも私たちは光の戦士じゃない。死ぬかもしれないんだよ。夜のものがなんぼのもんだよ。
世界の命運は私らにかかってる。なんかいいじゃん。俺たちだっけ、俺たちでやってやろうぜ。ノイズくん。うん。これは必ず仲間になるメンバーだけしか喋ってないのかな。ぽいな。あ、でもソニージュニアはどうだったかな。ソニージュニアは必ず仲間になるキャラじゃなかった気がするな。俺も行こう。うん、お手伝いするです。行こうみんなで。うん、ティーヤは喋んないのか。ティーヤは、シャリーフは、私の命は君に捧げたもの。今更惜しむ理由なんない。何一つ変わらんな、ティア。うん。船からの援護砲撃は俺たちに任せてくださいよね、大将。この世界の未来、私たちで守りましょう。うん、未来のために。さて、ここがまた真っ黒な画面になってしまっているかもしれないんですけれども、大した映像ではないので大丈夫です。はい。虚空の穴を抜けるぞ。出るとき空気の壁にぶつかる。みんな何かに捕まってる。大陸だ。おー、なんか変なのいるぞ。あれが落ちた大陸デルザート。なんてまがまがしい空気だ。心を強く保ってないと頭がおかしくなってしまいそうね。うん、なんか変なやつおっとるぞ、左側に。ここかつて宿場町だった。ここで大豆、ここを拠点にしよう。ふむ、受け取って。お、これは危なくなったら必ず使ってね。みんなの思いが必ずお姉ちゃんを守ってくれるから。111個。ふむ、でもいい、全部使っちゃダメ。いざという時だけ使って。はい、全部使い切っちゃうとダメ、系ダメってことかい。111個か、そうそう使い切れんだろ。うん、エスタシア様来なくていい、よかったんじゃないか。絶対死ぬんじゃねえぞ。どこにでも現れんな、本当に、ウシュヒョジジ。うん、最後にいい商品ないんか。スタングレネード買っとくか。使うかもしれん。メンバーどうする？ライ入れてくか？思いは絶対全部使っちゃダメだよ。わかったよ。どうしよっかな。まあいいか、ライで。行くか。こいつは何？これ何？おーい！何？強い系の敵？もしかして。強い系の敵ですか？レベル上げポイントってことかな、もしかして。そういう可能性はある。竜の方は霊気に弱いが。この BGM かっこいいな。よし、経験値結構3300。レベル上げポイントっぽいな、これ。回復してもらおう。うん、うーし。さて、他にはなんかないのか。うわー、こっち来ちゃった。これめんどくせえ。これ、こういう時はカスタマイズ画面を開いて元に戻る。完璧やな。この城、おそらく夜のものはこの中だな。お、なんだなんだ。城がすり抜ける。不可侵の結界か。わ、お、お、他にも塔が。結界か。先にこの塔を攻略しろってことかい。南の塔だけ結界が。
あの塔を全部ぶっ潰せってことか。どうやら焦ってるのは敵さんも同じようだな。こういう手段に出てきたってことは奴は恐れている証拠だ。この俺たちはな。今は落ち着いて人、城を一つずつ潰していこう。はいよ。じゃあとりあえずこっちの城から行くかい。さて、お、壁がある。壁があるな。お、階段階段。あ、いけない。どうにか。意外といけた。お、落ちるかな。ちょっとセーブしよう。落ちるこれ。落ちない。敵いっぱい呼んだこれ。ドラゴンナイト。逃げる。サクッと逃げる。宝があるね。ドラゴンナイトから何が手に入るのか気になるから、ちょっと一旦戦うか。うん。倒した。アドバイスの前に。1230。ハイヒール。ふむ。エンゼルフェザー。ここはいい宝とかありそうだから、回収してった方が良さそうだな。ちょっと一応全部回収してっか。逃げまくるんだったらパペット入れた方がいい気がすんな、これな。うん。でもこのメンバーでも敵よりは素早そうな雰囲気ですね。ガラスのナイフ。今更ですね。投擲用の武器だったっけ？ガラスのナイフって。装備品だったっけ？回り込まれた。ふぅ。さて、ボスっぽいやつがおるな。ちなみにフォーチュンイベント EX に入る前のセーブデータはちゃんと残してありますので大丈夫です。さて、シャンカール。さて、感電。よしよしよし。雷属性で攻めろ。敵も雷属性使ってきてたけど。雷鳴剣奇跡。Z スラッシュでいいか。とりあえずレイボルク。全然効かない。やっぱり Z スラッシュが一番強いんちゃうかっていう話ですね、これはね。Z スラッシュのギガスサンダーの Z スラッシュのゲイボルク230。全然効かないじゃんか。何か雷系で攻めろだよ、ランさん。うーし。さて、オリジナルボガード。今までのは所詮コピーだったということか。宝はないなぁ。階段登って。ああ、また見えない系か、これ。ああ、見えない壁がある。お。カスパレル。気持ち悪いなぁ。右側の敵なんか、うにょー、口うにょーってなって気持ち悪いな、これ。さて。だいぶ遠回りさせられてるけど、これ。あれ。よし、いけた。お、フローレン。今すぐ結界を解きなさい。さもないと。あなたの持ってる聖剣を私にくれたら考えてもいいわよ。もらっても私に使えないから意味ないし。戦いに使ってこその剣だもんね。やっちゃろうじゃねえか。よし。素早いな、敵が。吹き飛ばし。よしよし。
闇 OK。 やつの魔法剣はそう簡単に防げるものじゃない。防ぐより当たらないように攻めろ。防ぐより当たらないように攻めろってのはどういうことなのそれ。ランスさん臨床性を上げろってことそれ。つまりそういうことかな。よし、眠らせた。オーケーオーケー。毎ターン89、大した回復力じゃないな。よし倒した。お楽しみはまだまだこれから。お、あいつから奪ったアイスエイジ、そしてフレアクロー、2つの属性を同時に食ったらなかなか面白いそうなことに。どういうことなの、こっから本領発揮ってことなの。あ、思いのかけら使える。99って今表示されてたな。99以上は表示できない系かい。失礼。さて、おわ、ミスった。ミスってくれたからよかったけど、防御してなかったら死ぬ系だったんか今のは。もしかして失礼。わーお、いいダメージ持ってんなそれ。防御をすればなんとか。あー大変失礼しました。さーてどうすっかな。じゃあどうで封じた。よし、このまま攻めていきたいけど。どうしようかな。ギガサンダーのとヒールフィールドかけてゲイボルク。間違えた、間違えてリグラクエクションやった。Z スラッシュのギガサンダーの Z スラッシュのゲイボルク。やばい、あぶねえ。なんかダメージが低かったな今の。フルヒールかけよう。自分でフルヒールかけてもらおう。フルヒール持ってたっしょ。持ってる持ってる。さすがにタフいな。さすがにタフい。 MP がなくなっちゃった。あれ使おう。あれのあれを使いましょう。よし、カーギノール、それでにライも使っとくか。ランサーも使っとくかこれ。あー奪えない。おい倒した。よーし、ふう、フローレン L。 さすがね、フレナちゃん、約束だったわね。この剣返すわ。お、使えるんか。消滅した。フレアクローとなんたらかんちゃら、イベント武器っぽいから装備品じゃなさそうだな。なんとかなんとかかんとかっても手に入れてたな。フローレ、敏捷32、炎氷物理耐性があるっていうことこれ。なかなかよろしそうではあるが、ちゅうところで今回はこの辺で切りましょうか。はい、次回暗黒魔大陸からというところでそんな名前かどうかは知らないけど、ということで今回はこの辺で切りたいと思います。また次のパートでお会いしましょう。またね。